そうね、ちょうど、そう、石井さんにね、次振ろうと思ってたんですけど、石井さんの感覚も、ちょっとね、合間、ちょっと入れさせてもらうと、なんか、ちょうどこの本って触るから触れるへ、みたいな話がありつつも、実はそれほど単純ではないというかね、触ると触れるの後にまた触るが出てきたりであるとか、入れ子状みたいなお話があって、これ結構この本の中で一番こう、なかなか語りきれない複雑さを持ったところだなっていうお話が今ね、実体験出てるのすごい面白いなと思って、で、ちょうど石井さんもね、先ほどわかるって言ってたように、ちょっと慣れてるので、その石井さんの感覚も聞きたいなと思ってたんで、じゃあ石井さんお願いします。僕はね、鍼灸ではなくて、クラニアルセイクラルっていう、頭蓋仙骨療法というのを、手技を、やってるんですけど、簡単に言うと、本当に5グラム、10円玉1枚ぐらいの重さで、人の体に、僕の、の場合は触れるんですね。沖田さん言ってた、その中性的になるっていうのがすごく分かって、僕もクライアントさんと自分の関係ってもう、命と命でしかないので、もう、なんかそれで触れて、相手の命に触れているっていう感覚で触れてるんですけど、そのエネルギー持ってかれる持ってかれないっていうところで、僕はただ、クライアントに触れるとき、この手のひらで、きちんと境界線を、クライアントと自分の間で保ってるんですね。で、クライアントの体に触れるときに、こちらのスタンスとしては、介入はしない。そして相手からも介入されない。ここできちんとしたバウンダリーが引かれている、境界線が引かれているっていう状況で。で、僕はこう、施術というかセッションなんですけど、相手の方がね、こう、整っていくのもこう、じっと観察をしていく中で、沖田さん、波に乗るって言った感覚がすごいわかるんですけど、同じリズムで、整っていくんですね。なので、自分が整ってないと、触れているクライアントさんも整わないし、クライアントさんが整ってないと自分も、なので、本当にその、触れている状態で、相手とシンクロするわけではないんですけど、きちんと境界線を保ったままなんですけど、どっちかっていうと、こう、なんだろうな、レゾナンスってなんだ、共振？音叉をこう一つ鳴らすと、こっちも同じ音叉でなっていくみたいな感覚、でやってます。で、あとね、この本を読んでいて、なんかこう、境界線、それこそ、外の世界に広がっていくみたいな話がね、どっかに書いてあったと思うんですけど、僕は瞑想、誘導瞑想を使っていくんですけど、やっぱそこから戻ってきてもらうときに、触れながら、自分の体の感覚と輪郭を思い出してくださいって言いながら、こう体にそっと触れていくと、クラスさんが自分の体ここにあったんだっていうので、ね、思い出してくれるんですよね。なんかね、それが僕はこの本を読んでいて、一番わかるって思ったとこでした。そして、今のお二人の話からも、って なるほ身構えに乗り出してしまいました。ど。ああ、とても興味すいません。喋りま、すげえ深い。あ、いえいいえ、喋っえ。ちゃった。ごめんなさい。なんかね、ちょっとね、やっぱりこう、その本当に触ると触れるのね、ある種こう、プロフェッショナルな、レベルの体験をされる方の話なのでね、すごいね、面白いとともに、こう、あ、なるほど、というかね、なんか、そう、ちょっとはサーフィンとかでね、でも、それが、こう、面白い感じもね、したんですけど、なんか、それ受けてというか、逆にね、ちょっとあれだったんで、ちょっとそれこそね、他の方振ってみたいと思うんですけど、触るっていうのね、ちょっと戻りますけど、川田さんね、美術館の話とかされてたと思うんですけど、なんか、こう、まだね、大学生とおっしゃってましたけど、なんか聞いてて、思う感じとか、直接連動しなくても何かありますか？いや、なんか一連の話聞いてて、自分が視覚っていうものをなんかどれだけ信じてたかっていう、この本読んでも思ったんですけど、すごいあるなっていうふうに感じましたね。なんか、触覚、例えばその手触れ合ってる時に、どっちも快いって感じてるかっていうのは、なんていうの、なんか僕はどう信じればいいのかっていうのが分かんない。視覚だと、
その同じものが見てるので、その、まあ、同じものを見てるでしょうっていうふうに思うんです。でもなんかその触覚だと相手が同じように感じてるか確かめる術がないので、なんか信じられなかったのかなっていうふうになんか思い返してるんですけど、え、でもなんかそうですね、なんかすごい僕の中で混乱が、この本も読んで、でこの話も通じてなんか生じてます、はい、いやでもなんかね、ちょっとこうそれこそあのまだね大学生でその感じに気づけるっていうのは少しね羨ましいと思いますけど、そうですね、なんかじゃ あでもさっきね、あのもう一人聞いてみたいんですけど、あの飯間さん、あのこう理念のというかベッドのみたいなお話してたと思うんですけど、それもなんか触れるみたいなところあるかなと思うんですけど、うんうん、なんかお聞きしてて感じたこととか何か思うこととかありますか？私この本を読んで、なんか私はあんまり物に私が思ってる触れてるなんていうかな、こうあんまりちょっと自分の感覚と違うんだなものすごくって思ったのが、なんか例えば私お風呂好きですけど、お風呂に入るとこう水が私に触る、こう水の中、水に入って水全部が私に触る、触れるから、ただ気持ちいいってちっちゃい頃からずっと思ってて、なんかこうだから3時間でも4時間でも入れる、なんかこう、もうぬるかろうがなんだろうが、でなんかすごい気持ちが良くて、なんかそのベッド理念も理念が私に触ってくる。へっていう、だからなんか触り心地がいいですよねって、まあ一応売るんですけど、売るっていうか言います。自分で作るときは、こう、向こうが触ってくる。うわぁ。で、それが、いかに気持ちいいか、いかに嫌じゃないかを、なんかこう、で、だからもう、絵でも、彫刻でも、この会話でも、それがなんかこう、心地いいか。を会話が触ってくるみたいな。で話の内容がわからない時とかいっぱいあるじゃないですか。なんかあのちょっと一人外国の人いるとか、英語がちょっと混じってるとかわかんなくなってきたら、なるべくこうなんかこう肌を出して、そのなんていうの、肌で聞いてます話は。ああすごい。だいぶ。じゃないといいんだと思って。ああ。いやでもあのそのね肌で感じるみたいなのはなかなか共感が難しいですけど、あのお風呂の話はすごい分かりやすいなとちょっと思いましたね。確かに、うん、お風呂に入って疲れが出てるみたいなことをこう CM とかもね言うし、なんか、はいはい、こうなんかそういうのを誰かが言うのを聞いたりすると、なんかそんなこと自分から何かが出るんだと思って、すごい感じたことがないと思って、お湯から私に入ってくるのを受けてるのにみたいな、すごい感覚で今日まで生きてるんですけど、いや飯間さんの言葉いいですね、足が綺麗を見つけてきたり、こう相手からお湯から触れてくる、なんかすごい言葉が好きです。いやでもね、本当にお風呂はなんか一瞬そう思って入ったらすごいなんかお湯が、すごいプラスな気持ちでやってみますぜひぜひ。あでも本当にそこまでね、体のこう広い部分が触れる機会ってなかなかないですもんね、うん、なんかやっぱり今のお話聞いて、あのお風呂のね入る時の感覚とか、うん、それこそね、あのベッドシーツにね横たわる感覚はすごい変わりそうだなっていう感覚がしましたね。なるほど。いや面白いですね。なんかまああのちょっとね、でもさっきのこう和の話からね、なんかこう間というか境界線みたいな話もね、ちょっとそれこそ石さんがあの手の時にね、ここが境界になってるっていうお話だったりとか、あのそれこそもしかしたらこうあのまあお風呂も水になるのかなとか、うん、あのもうね、ベッドのシーツなんていうのはすごい分かりやすいなとか思ったんですけど、なんかでもそうね、いつまたあれですけど、あの小林さんそれこそあの靴とかも
そういう意味で言うとね、本当にこうその接点というか、まさに境界線っていうようなそのものだと思うんですけど、なんかこうそういう意識ってこう作ってる時とかにあったりしますか？あ、いや、なんか逆に今ね、飯間さんの話からもつなぎたいなと思うんですけど、このやっぱりこう靴が一瞬こう邪魔なんじゃないかなって思う時が、あの、それ教会を作るんじゃないかっていうふうに、今も悩みながらなんですけど、うん、だから、よくまあ言うんですけど、靴を作ってるっていうよりも、まあ本当にその足の延長のものを、こう、作ってる感覚なんですっていうのは、よく、うん、話していて、僕が一度で自分で、まあ、感動したというか、体験したことですけど、まあ、もともと僕、ちょっと義足とか、そういう装具とかをやっぱ作る仕事を数年、まあ、やっていたので、靴よりもそっちが先に入ってたんですけども、自分のこの、市が作っている革の、今のってこう、シリコンとか、カーボンとか、まあ、いろんな、こう、樹脂系のものでできてるんですけど、昔、自分の、まあ、師匠なんで70歳とかですけど、戦後とかはまだ革とか、そういうものを、使っていて、で、まあ、その師匠の顧客さんとかは、今だったら、こう、シリコンとかいい素材になりますよって言っても、いや、わしは、革の方が好きだからって言って、リピーターで師匠の、その革の、革靴、義足をね、こう求めに来られる方が多かったんですけど、うん、で、その時はやっぱ少しこう、他人事というか、まあ、その足がない方が履くものだっていう印象がすごくあったんですけど、で、やっぱりこう、自分で仕事し始めて、なんか自分が作ってるものを、作ってる靴がね、なんか、やっぱなんかこう、しっくり来ない時期があって、で、その時に、その師匠とその顧客さんのやりとりを思い出して、ちょっと、義足みたいな靴作ってみようみたいな思って、で、それこそその製法はもう見て覚えてたんで、いわゆる今までのこの靴の作り方とは変えて、この革の方をでくるむような、なんか自分がそういうものを履いたらどうなるんだろうっていう、確かめたいのもあって、うん、やってみたら、それがまあすごい良かったんですよね。なんかこう包まれてる感じと、うん、あと一番良かったのがその、地面の感覚をね、なんか本当すごくこう伝わってきた、感覚が伝わってきた感じがあって、それなんかこう、それこそ境界線がこうなくなった感じがしたんですよね。なんか不思議な体験で、靴履いてるんだけどなんか素足で歩いてるような感じもあって、体も気持ちいいし、この下の感触、その時は、今でも覚えてる、その時鎌倉だったんですけど、鶴岡八幡宮、境内の左の横を歩いてたんですけど、そういうなんかこう景色とか足元の、心地よさ、その砂利の心地よさみたいなものとか、ビシビシこう感じれて、それがすごく良かった記憶があって、やっぱこういう、延長のものっていうかね、境界をな、逆になくす靴じゃないものを、靴を作ってるんだけど、うん、うん、なんかこう、間をよく、うまくこう取り持つようなね、なんか、そういうものを作れたらいいなと思っていて、で、そのね、向こう側からやってくる感覚っていう、今僕は最初、自分がない、こう、外に身を預ける感覚を大事にしたいなと思ったんですけど、それと同時に今さんが話されたような、向こう側からやってくる感覚をちゃんとこう、受け止められる感覚っていうのも、なんか同時に持ちたいなってすごく思いました。うん、ああ、なるほど。でもなんかね、こう、なんかそれこそその伴奏の話からね、こう、皆さんその話聞くと、やっぱ伴奏の話を読んでる時も、僕もまだ未体験ですけど、ちょっとこう、やってみたいなっていうようなね感じというか、うん、そのこうまあ体験したことのないようなね楽しさがちょっとこうふわっと感じられる感じしたんですけど、今のこう皆さんそれぞれの話もすごいこうなんか
やってみたいなというかね、でそれとともにこうさっきのこう触ると触れるとね、がこう、うん、こうなんていうのかな、どっちも入れ替わりつつあるっていうようなところが、それこそ沖田さんがねサーフィンって言ったのすごい面白かったなと思っていて、サーフィンでまさにね海の流れがこう波でね変わる中でこうサーフボード1枚でやるっていうのが、うん、なんかいろいろ展開してたらすごい面白いなと思いつつ、なんかまあねちょっと時間を迫ってますけど、なんかこうそのなんかねちょっとしたそういう体験でも、もし少しね楽しい体験というか何かある方いればというか、ちょっとね聞きたかったのは前田さん印刷されてるって初め、はい、印刷業っていうのはこうあれですかね、こうなんだろう、紙に印刷をするというか。そうですね、シールの印刷になるので、うん、手でインクをこう練って、色を見ながら色それはお客さんの要望に合わせてシールを作るっていう仕事ですね。やっぱりでも手を使う仕事なわけです。そうですね。なんかこう聞いててこうちょっと共鳴するような感覚というか、なんかお仕事の中じゃなくてもいいんですけど、なんかあったりします？そうですね、なんかこう直接こうなんか人に触れるとか、っていうことは仕事上ないので、ちょっとそこの部分に関しては、なんかこういった本を読んだり、皆さんの話を聞いていると、なんかこう、なんかこう、寂しい部分が正直あって、なんか、まあ、その分、こう、よりお客さんに寄り添えるように、まあ、触れられない分、こう、逆にそれが、僕にとっては、なんかすごい寂しいんですけど、なんか、そうですね、仕事上そういった人に触れるっていうことがないので、直接的に。なんかそこの部分はすごい、弱点じゃないですけど、そこを補うかのように、まあ、できるだけお客さんの、声だったり仕草だったりそういうところに気を配って、うん耳を傾けながら、まあ、一つのものを一緒に作っていく、まあ、このロープでお互い意思をこうなんてやり取りしながら一つの方向に向かっていくっていうところとは近い部分あると思うんですけど、うん、直接は触れてないですけど、うん、まあなんかこうお客さんのまあと一緒に一つのものを作り上げていくっていうのを日々やってるって感じ。なるほど。なんかね、ちょっと本の中にも一部逆に物理的な距離が遠いからこそ感じられるみたいなね、うんうん、お話もあったので、なんかそういうところもねこうちょっと興味あるなと思いつつ、なんかさっきね剣道の話もされてましたけど、中尾さんなんか聞いててこう普段のまあいろいろねダンスもされてるとかいろいろあったんで、何か。そうですね、私も前田さんと一緒で普段その知らない人に触れる機会っていうのはほぼないし、うん、まあ、例えば小学校の時に組体操をしましたとか、まあ、そういうその体を預けるみたいなことがあっても、もう自分の知ってる人にしかそういうことをあまりしたことがないので、うん、まあ、その正直伴奏の話を読んでて、私はあそこまで信じられるのかなっていう気持ちの方が結構先に来て、うん、その結構本でもこうなんだろう、自分が傷つくかもしれないというリスクを持って飛び込むみたいな感じだったんですけど、本の中で出た自分が目隠しをして走ってみると、はいはい、何段差が見えるとかっていうのは私もなんとなく分かる気がして、なんかそこにどこまでこう普通の人って飛び込めるんだろうなって思う、うんうんうん、私はできるのかって言われると、今なんかこう自信を持ってできますって言えないなって思うと、なんかまあ私も寂しい人間なのかもしれないでもなんかねこうちょっとまあもちろんね、なんか僕もそのね目隠したら絶対そんなすぐに走れないだろうなと思いながらもね、うんうん、なんかこうそこにあるこう魅力というかね、なんか、うん、そう多分
その今ね、こう前田さんも中尾さんもね、寂しいっていう言葉使いましたけど、っていうのはなんか向こうの方がちょっと楽しそうだなっていう感じもあるし、うん、でもなんかこうそれこそね、なんか今日もすごい皆さんいろいろね、本当に観世界の話していただいたんですけど、なんかまあ伊藤さんの本がね、一番こうまあ驚かされるというか、今回の、うん、思ったのはやっぱりそういう社会の中ではね、そのそれこそこう障害者っていうね、言葉もそういう言葉しかないっていう、こう、まあ、何か欠けているっていうねイメージがありますけど、逆にそうであるからこそ世界が広がるっていうね、感覚はどちらにもあると思うのでね、なんかそういうところっていうのがまたこう今回経て探っていけるといいのかなと思いつつ、僕が喋ってる時に80が出てきてしまう素晴らしい。そろそろね、一旦こう、まあもう本当にまだまだ聞きたいことがねある感じですけど、一旦ここら辺で一度切って、はい、一度磯貝さんに戻しますね。はい、はい、皆さんありがとうございました。すごく面白い話が聞けたかなと思います。ちょっとこの今の80分の対話をが終わりまして、ちょっとゲストの小林さんと川上さんで今話した話をちょっと深めていただけたらなと思ってるんですが、うん、はい、そうですね、僕もまあね途中ちょっと小林さんにも聞いたんですけど、なんか今日本当にそれこそ小林さんのね、まあ、靴で足からっていうので始めましたけど、なんかこうそのそれこそね、その和の話からいろいろ出ることによって、吉見さんがねこう犬の散歩みたいなお話もされたりとか、すごい面白いなと思いながら、やっぱこう靴っていうのもね、ある種その境界だなっていうのはすごい面白いなと思いながらこう聞いてたんですけど、さっきね小林さんにも聞きましたけど、こうまあ義足と靴ってっていうのがなんか小林さんの中だとそんなにこう違いをこう感じてないくなってきてるのかなっていうのを気もしたんですけど、そこら辺はどうですか？そうですね、それこそそのパラリンピックとか見てても、もうそれこそ健常者以上の能力を発揮する方ばかりですし、うん、あ、そうですね、その僕のまあ先輩とかでも同僚とかでもたくさんやっぱりそういう事故とかで足がね、失った方とかいらっしゃるんですけど、もうそういう方に限ってというか、限ってっておかしいですね。例えば左が弱ければ、もう右がそれをかばう、まあ2倍以上の働きをして、すごく美しい体をしていたりとか、なんか、やっぱその、欠けてるっていう感覚がない、なくなっちゃうというかね。それはそれでも一人の完成された体っていうふうにこう見えるようになってきたところはすごくありますし、うん、なんか今日ね、いろいろお話皆さんの話聞いててすごい思ったんですけど、それこそね、まあ、小林さんの靴バランスを取るっていうお話ありましたけど、まあ、靴だとあれですけど、こう義足とかってなるとね、どうしてもそのいわゆる五体満足な姿がね、ある正解であって、そこに足りないから加えてるっていう感じがね、うん、今まではしてた気がするんですけど、それぞれの人のバランスっていうものがあって、そこに合わせていくっていうようなね感覚なのかもしれないなっていうのを聞いててすごい思ったというか、だからなんかこうちょっとね、そのまあ小林さん の、まあ、靴ってなるとね、そのなんかどうしてもこうなんか正しい姿みたいなところ一つあって、そこに合わせていくっていうようなこうなんか気がしちゃってた感じがね、するんですけど、そういうものではないのかなっていうのね。でもそれは靴作っててもそっちの感覚の方が近いですか？そうですね、なんかそれこそその義足とかね、義肢装具の世界って、まあ、大体アメリカから大体こう先端、最新の技術が入ってくるし、戦後も全部そこからの、うん、発祥というか、ヨーロッパ文化のものなので、しても何か考え方として正しい歩き方とか、うん、まだ正しい角度、足のは何度で開いて、何度で設置してが正しいって、その正しい
そのもうロボットのような教科書の、まあ、そういう説明を受けて、でそれに近づけようっていうみんなそのやっていくんですけど、でもやっぱ現場に行くともう全然そんなことはできなくて、皆さんね一人一人体違いますし、どういうふうな怪我されてるかっていうのも全く同じパターンなんていうのはないので、やっぱそこは一人一人とよく話し合って、その人が本当に求めてるものを、だからその人が求めてるものを聞き出す力がすごく強い方っていうのは、強いっていうか上手いというか上手な方は本当にすごくいいものを作るなと思いますし、それが聞き出せなくて、聞き出せないというか、この辺は今の自分の靴作りにもすごく生きている経験ではあるんですけど。なるほど。なんかこうね、今日やっぱり、まあ、この本もね、もちろん人と人っていうね、今日それこそこう施術のね話もそういう感じでしたけど、なんかそれこそこうさっきね吉見さんの犬の話とか、それこそ靴なんかはまあ、足が触れてるところってねちょっと言いましたけど、まあ、地球そのものだったりとか、ね、なんかそのいろいろ触れるものって周りにあって、でそこの間をつなぐ技術っていうのはね、いろんな人が仕事で理念であったりとか、まあ、お風呂の話も出ましたけどね、なんかそういう中でこう増えてくるとすごい面白いなとか、まあそのね、ちょうどこう最後前田さんと中尾さんがね、ちょっとなかなかそういうのなくてとかって僕は聞きながら、僕はどっちかっていうとね、その人との接点ってあんまり仕事ではないですけど、でもなんかちょっと一個思い出したのが、かなり前ですけど、日韓ワールドカップの時にですね、結構覚えてるのが、電車で自分の駅に降りたんですね。でその日ロシア戦か何かで日本が勝った日だったんですよ。その時に電車の中満員なわけです、サッカー応援してた方々で、で僕がホームに降りて、ホームに降りた人 2,3 人しかいなかったんですけど、電車が発車する時にみんな手を出してたんですね。で電車が走っていくのにみんなハイタッチをするっていう普段だと絶対ないと思うんですけど、なんかそういう感じっていうのはね、なんかまさにこう境界線が溶け合ってるというか、すごい不思議な感覚として残っていて、こうその間の境界線みたいなところはね、いろんな人はこう、うまく触ると触れるみたいなね、こう出てくるとそういった環境はたくさんあるのかなとかも思いつつ、まあちょっとね磯川さんね聞いていてもしまあ質問とかも来てたりとか、なんかまあ磯川さん思うこととかあれば。はい、ちょっとこの本読んでいてすごくおって思ったところが何箇所かあったんですけど、川上さんの方でも最初に挙げていた体育のとこの下りってすごく、はい、一番最初にあった中でも体育の授業が根本のところで目指すべきものって他人の体に失礼ではない仕方で触れる技術を身につけさせることだと思うんですっていうチャットにも貼りましたけど、これってすごいなって思ったんですよ。そんな感覚で体育なんてもちろんやってなかったんですけど、確かによくよく考えると人の体にむやみに触っている時期って体育ぐらい以降ないと思って、もう中高終わってから大学生になってからその許可もなく人の体になんか触る機会ってないなみたいなのを思っていて、その期間に何かその仕草触れ方っていうのを習うっていうのすごい大事なことだなっていうふうに思ったのが、この本読んでいておーって思ったことと、あとすごくちょっと思ったのが2章のとこで感覚っていうところで西洋の哲学の文脈において感覚の触覚がすごく低レベルであるっていう低レベルっていうか劣った感覚っていうものであるっていうところに結構びっくりしたんですね。でこうなんか日本っていうか、まあ、アジアいや、まあ、私たちの生活の中で他人にあんまり触ることがないと思うんですけど、逆に西洋に行くと割と、石井さん大丈夫ですか？すいません。何ですかね、ハグしたりとか
握手したりとか、すごい日常的に人に触るっていうあのことがすごい多いのに、西洋的には劣った感覚なんだなと思って、なんかそれが私の中ではすごい、あ、そうなんだみたいな。逆に私たちの日本人では他人に触れることってほとんどないのに、まあ劣った感覚だっていう認識は私はないなとは思っていて、その五感の中で別に、まあ、目が今の現代社会の中でもちろん目を使っていることがものすごい多いとは思うんですけど、かといって触覚が劣ってるって感覚もないなみたいな、なんかそこがすごい、うん、面白いなと思って読んでました。そうですね、なるほど、まあ、僕もその劣った感覚っていうのはね、なんかこう、まあ、いい悪いではないかもしれないんですけど、やっぱりこう今もね、まあ、日本もだいぶこう西洋的な感覚っていうのがあのたくさんの場所にね、あの多いと思うんですけど、やっぱりこうそういったあのある種ね、なんかこうあのいわゆるこう西洋的なジェントルマンであるとかね、あのそういうこう目指すべき姿っていうところが、やっぱりこう触れるとかね、触るっていうところからこう距離を置かれてきたというかね、なんかこうもしかしたらそのある種清潔さみたいなところもね、なんかそういうところはあると思っていて、でそれでまあなんかあのそれがいいっていう部分もあるとは思うんですけど、やっぱりそれですごい見えなくなってしまってる部分っていうのも、なんか逆にあのすごい気づかされたというか、でやっぱそこをね、あのついてるっていうのが、なんかこの本のすごい何か新しい可能性に触れようとしてる部分だし、もしかしたらそのあれですね、こう視覚と触覚が比べた時に、触覚があの劣っているっていうことをあの書いてる分には特に何もそこに示唆するものはないような気がしますけど、もしかしたらそれとその僕もね、あの今回、まあ、本当の話やる中で、あのそのそれこそこう障害者っていう名前以外にそういう方々を指す言葉がないっていうようなところも、うん、もしかしたら同じような感覚に目指してるのではないかなっていうところは思いましたね。で英語表現だとね、また違う表現の仕方、今ベーシックになってるのはディサビリティっていうとか、あとは、スペシャルニーズとか、そういう言い方をするみたいですね。スペシャルニーズ、あれなんか違う、なんかそんな感じ。障害がある、ハードル、だから、障害とか、なんかこう、っていう英語表現すると、チャレンジドなんとかっていうんですけど、うん、はい、そうそう。うん。ね、なんか、捉え方が違いますよね、うん。そう、やっぱりね、ニュアンスが、なんかでも、こう、この本とかね、今日の皆さんの話にあったような、こう、そこの方がある面ではね、あの、もう本当にどこから見るかでしかないのでね、なんかこう高い低いっていうのがね、あの容易に変わりうるというか、その視点の置き方によって、あのそういったことで言うと、やっぱりこう可能性っていうのをね、すごいそこに感じるかなっていうところは思うことがあったんですけどね。でもまあ体育の話とかはね、あの本当にハッとさせられるというか、なんかあの僕もあの当時はね、そういえばなんかいろんな周りの人を動きで覚えてたなっていうのは思い出した感じがありました、ね、走り方とか、あの運動神経が平均的には良くないけどバレーのサーブだけ鋭いとかそういったのはものすごい思いましたけど、小林さんどうですか、なんか今の点とか。今の点、磯谷さんの話で僕もその最初にビビッと思ったのはその体育の話だったんですけどね。でもその体育、僕何度もちょっと言っちゃうかもしれないですけど、その体育っていうその人との距離感とか、ね、その触れ方を覚えるっていう面では、やっぱその人に限らず、その、まあ地球って言ったらちょっと大げさなんですけど、それこそね、裸足で土と触れたりとか、そういうのも体育なんじゃないかなっていうふうにはすごく思ってたし、今でも思ってますし、なんかそこの境界線をもっとね、境界線というか、まあそこに境界を感じていいんですけど、そこの外部に触れ合うっていう
ところをもっと子どもたちには知ってほしいなとは思ってるし、まあ大人になってからもね。僕はやっぱ東京でずっとマンション暮らしで22歳までそのコンクリート、鉄筋コンクリートのね中にずっといて、なんかこう今吉備中央町の山の中で今こうテントの中にいるんですけどね、もう寒くて家あの、うん、なんかねこう時折こうテントもねちょっとこう隙間開けててこう隙間風とかこうね入ってね来るんですけど、あそういう時にこうあ心地よい風が入ってくるなとか流れてるなとか、なんかその方がこう密閉されて完全にこうコントロールされた中よりも体はなんかねこうリラックスしてる感じ、やっぱもう実家にはもう帰れないんですよね実家に帰っても全然寝れなくて早く帰ってきたいなと思って。なるほど、そうですね、なんかまあでも本当にねやっぱりこう寒いところに行くと体がそれに適応したりとか、なんかねそういうその僕も今聞いててなんかこうその自分がその体育とかねそれこそ昔のことなので、あのさっきの視覚とあの触覚のねあの転倒じゃないですけど価値のね、あのなんか昔それこそ体育のやってる時に思ってたとか目指そうと思ってたことが実はなんか間違ったのかなっていう気もしていてね、なんかそれこそ体育であの当時思ってたのはタイムを縮めるとかね、あの点を取るとかだと思うんですけど、なんかこうよくよく思い返すとあのその狭間にある部分、あのその友人のね体のそれこそ動かし方、ものすごくバランスがいいわけではないんだけどなんかとても速いとかねあのそういったところにもしかしたらあのものすごく可能性が眠ってたのかなっていうような気はちょっとしましたね。なんかあの前にあのまたねさっきのちょっとサッカーの例え続いちゃいますけど、あの、まあ、サッカー選手が試合後にあの結果が全てですからって言ってるのを見て、あの言う気持ちはわかるけど結果全てだったら見ないなって思ったんですよねやっぱりこうプロセスを見てるのであって、まあ、もちろん結果はねあのそう選手が言う気持ちはわかるんですけど結果だけ表示されても面白くないなっていうことで言うと、その狭間にあるものっていうのがねすごいこう見つめ直す必要があるのかなみたいなことを今日なんか本当に皆さんの話で気づかされた感じがありましたね。